テープがリング上に投げ込まれて独裁式といった感じになっておりますが、さあ三沢川田対田上口、解説の桃田光雄さん、はい、まずこの試合タッグマッチの見どころなんですが、どういった感じでしょうか。そうですね、お互いにですね武道館で大きな試合を控えてますんで、それもシングルなんですね、はい、だからやっぱりここはやっぱりその武道館に向けて自分たちのコンディションがどうやって、要するにコンディションとそれからコンセントレーションですね、精神的なもんどんだけやっぱり高められるかと、そういうところだと思うんですね。お互い の, あのコンディションを調べる意味でも大事な試合だと思いますよ、はい、ではこれが本当のいわゆる前哨戦ですね。そうですね、ファンの皆様期待してください。次週放送の93エキサイトシリーズ日本武道館決戦、5大シングルマッチが組まれていますが、リング上先発を勝って出ました三沢光晴はメインイベントで田植えと戦います。その三沢田植えで始まりました今日のメインイベント、60分の一本勝負、のっけから飛ばす田植え、ロープに飛んでのフロントキック、まず倒しました。このところ田植えは乗っています。先シリーズは小橋を撃破、そして今シリーズも三沢に照準を絞ってきています。田植えと三沢、この両者が格闘技の伝道、日本武道館のメインイベントシングルマッチ三冠統一ヘビー級選手権試合、その選手権をかけて戦います。エルボーエルボー、初量はエルボー、さあスピンキック、三沢体勢を崩しました、田植え倒れない、至ったエルボー、エルボースマッシュだ、今度はかきむしる、倒す、どっちなんだ、踏みつけるストンピング、田植え抱え上げてボディスラム、さあ桃田さんに伺いましょう。まずメインイベント日本武道館で行われるこのチャンピオン三沢対チャレンジャーの田植え、この試合どういうふうに見ますか。そうですね、非常に難しいところだと思いますね、はい、やっぱりあの三沢選手はやっぱりチャンピオンとしてかなりもう自信が湧いてきてますし、あの田植え選手はですねもう今最高に上り詰めてるところですから、要するに絶対に取ってやるっていう意気込みはもうすぐ見えますね。今の試合の中でもかなりそういうところが見えてると思います。さてその田植えから口にスイッチしました。さあ三沢の腰のあたりを攻めています。サーフボードストレッチから腰のあたりにキック、この三沢選手なんですが、世界卓球王座から滑り落ちました先シリーズの千葉での試合、はい、ウィリアムスに鉄柱攻撃を受けました、はい、そして今シリーズに入っても田植えからの鉄柱攻撃を受け、腰のあたりにダメージが大きいようですね、はい、やっぱりだけどそれごとのですね、はい、あれはないんですよ。試合見ててやっぱり攻めちょっとでもねウィークポイントがあればこれは相手は当然攻めてきますからね。だけどもダメージはそれほど残ってないと思います。三沢選手のここまでの動きで腰をかばうようなところは見られますか。いや見えないですね。そうですか、さあしかし背後から両腕を取って襲いかかっている田植え、カンガルーキックで逃れて一回転して川田にスイッチ、また浮き上がる岐阜産業会館、今日の岐阜産業会館山笠の夜よりも賑やかであります。さあ組み合った川田、そして田植え、ものすごい逆水平、やり返します、やり返します、ひるむことがなくなった最近の田植え、あ今度は頸動脈サフォケーションのあたりにショップ、逆水平、川田がロープに振る、スピンキック、かかとで相手の胸元、そして今度は抱え上げてブレンバスターに持っていこうとする、体重で勝る田植えがふんばり直してブレーンバスター。三沢選手の腰の調子を伺いましたが、一方の田植え選手はどうでしょうね現在のところ。いや今のところはほとんど体調近いと思いますよ。体調はいい本人に体調はいいと思いますよね、はい、さあそして局面は川田対口に変わりました。ドロップキック前半戦から飛ばす両チーム、カバーに入るカウントは1、和田恭平レフリー、後頭部の辺りにストンピング、そして今度はヘアプーリング、髪を掴んでナックルパート、淵正信リング中央に持ってきたポジショニングを考えて、今度は後ろからスリーパーホールド、半身の体勢、そして額の辺りに手を当てました。
後ろに回り込むことができれば完璧、それを今度は自ら赤コーナーサイドに引きずってきました。この辺のポジショニングの良さ、まあ、こういった細かいところがやはりジュニアヘビー級の王座も3年4ヶ月ですか、守っているのは、ね、ジュニアのヘビー級の王座をやっぱり3年以上守ってますからね、そこら辺のやっぱり試合運びのうまさっていうのがやっぱりそういうあの要するに長い間チャンピオンを保持している理由だと思います。はい、武道館決戦、次週放送ということになりますが、三沢川田戦がメインイベント、この一方リングに上がっています。まず淵選手ですが、世界ジュニアヘビー級の選手権チャレンジャー菊池です。はい、これも見どころの多い試合ですね。菊池選手にとっては5度目の挑戦ということになります。そうですね、はい、淵にとってもそろそろ危ない、まあ気は抜けないタイトルマッチということになりましょうか。さあタッチ、ここで三沢、そして田上キックだ、お腰の辺り、今度は原後ろ、そして前、ショートレンジのキック乗っていきました。三沢体調は良さそうです。腰をまだかばう仕草は見られません。ドロップキック、抱え投げ、ボディースラム、ジャンプしてエルボードロップ、カウントが入ります。カウント1で田上が返す、ロープに飛んだフライングバディープレス、カウントは1、跳ねのけました。おっと、その田上の腰に後ろからカード、さあそのカードの攻撃に怒りました。固めておいて三沢、ああ同士打ち、超世代の同士打ち、これは珍しい。川田の左の顔面ですね、キックがまともに当たってしまいました。はい、あれはやっぱり田上選手がですね、よく見てたっていう感じですね。好判断、好判断だと思いますよ。さあ再びその同じ箇所を攻める、そこへと鉄柵、川田完全場外、さあ鉄壁の連携を見せてきた超世代の三沢川田。しかしああいったシーンは珍しいですね。そうですね、僕も初めて見ましたね。それもまともにいってしまいました。さあこれは超世代にとっては思わぬところで、まあ、ピンチというよりも地獄になってくることが怖いですね。そうですね、だけど大丈夫だと思いますけどね。そうですか、さあリング上鬼の形相で第10代世界ジュニアヘビー級チャンピオン淵正信がやはり腰にキック、どうでしょうか。ここのあ初めて腰をかばう動きを今見せました。三沢今日の試合です。放送席前に三沢を落としてきました。そして田上目がキラッと光る。放送席そして横の本部席、腰をまともに三沢そのままフロアに落ちたが、その三沢の腰の下にはスチール製の椅子がまた運悪く裏返しになっていました。そして田上、ここをどう攻めるか。三沢が起き上がろうとする、三沢が起き上がろうとします。さあ三沢が机に手をかけた、腰は大丈夫か。三沢光る、さあ田上が待っている。武道館でメインを張るこの試合、三沢対田上、三沢対田上、場外です。さあ三沢かなりダメージ大きそうです。さっきのドロップキックを背中に受けたあたりからちょっとかなり効いてきてますね。淵の背後からのドロップキック、読み切れていませんでした。不意打ちの攻撃で、まあ、ちょっと痛めているところが、まあ、その痛みがぶり返してくるということはやはりあるんでしょうか。それはありますね、そのきっかけを作った淵がリング上で落ち着いて待っていた。そしてボディースラム、そうだボディースラムの後まだ腰を狙う、今度は裏向けるんでしょうか。そうです、さあこのままボストンクラブの体勢に持っていって、やはりこれは腰、苦しそうな表情三沢、この三沢の腰、先の新春ジャイアントシリーズ世界タッグ選手権の防衛戦、テリー・ロディ、スティーブ・ウィリアムズ組に大接戦の末敗れました。その際も鉄柱攻撃背中に受けてから三沢の動きは急に鈍くなりました。そして今度は後ろから足を固めて首を取ります。この辺の攻撃、淵選手ならではのしつこい攻撃です。そうですね、やっぱり足を絡められると要するにこの動きが鈍くなるんですよ、はい、だから要するに自由にロープに逃げることもしづらいわけですよ。そうですか、そして外した後は今度はストンピング、はい、
まあ、くっついてよし離れてよし、本当にさすがジュニアヘビー級の王座、13回防衛伊達ではありません。去年92年は3人の相手に防衛を果たし、そして今年最初の防衛戦の相手となるのは菊池。さあ田植えが出てきた。三沢をゆっくりと落とします。顎を掴んで脇を持って抱え上げて、やはり腰を狙うか。あ、そのままアバランチホールドのような体勢だ。パワースラム特別ガツがない。このままカウントは2。さあもう一度起こして、今度はあ、ストレッチ技に持って万字固め。万字ですね。これは腰に肘をぐりぐり当てています。そして右の肩ですか、はい、そして首も決めています、はい、珍しい田植えの万字。沢田が出てきてキック。しかしまだこの表情、渋い表情の川田であります。腰のあたりに攻撃、完全に腰狙いできました。攻めるテーマは決まりました。ここで川田にスイッチ、回し蹴り、口をロープに飛ばせ、ラリアット、やや当たりは浅いか。カウントが入る、肩入りがため、カウントは2。そして先頭、またしてもカウントは2です。さあ今度は肩投げ、ボディースラム、サッカーボールキック。そして今度はフロントのヘッドロック、コーナーに詰めました。攻守交代、鋭いキック、しつこいキック、やらしいキック、田植えにタッチ、キッチンシンク。田植えが出てきてキッチンシンク、川田苦悶の表情を浮かべています。田植え乗っている、上ってきました、低い体勢から出てきてキッチンシンク2連発。本当に最近の川田、表情も変わってきました。いい表情です。あ、ごめんなさい、田植え選手です、赤のトランクス。さあ今度はブレーンバスター、これです、投げ捨て、体谷に手を当ててそのまま押し倒した。田植えの投げっぱなしのブレーンバスターが出ました。ここでタッチ、口が登場。さあ羽がいじめ、後ろから今度はキック、一言二言連携の相談、何を待っていく。さあダブルのチョップだ。口は三沢にもちょっかいを出した。長所大君、ここまではペースを取られています。そうですね、口はカーラにストンピング攻撃。さあリング、もう一回指示をしました。 DDT と聞こえました。これはこれは場外での DDT か。さあカメラが今捉えている、あ、マットを敷いていないところで DDT、 攻めが厳しい田植え。川田の頭、コンクリートのフロアにめり込む。エプロンに手を当ててなんとかリング上を伺う川田ではありますが、それを田植えが抱え上げてそのままリング上に、上には縁がいます。縁が両足で乗る。タッチです。タッチのペースが早いですね。そうですね、もう完全に田植え、あの縁組の要するにペースになってると思うんですね。ペースを握りました。田植えがロープに飛ばして、川田に今度はストレッチ技、逆にコブラツイストから、さあストレッチプラムに持っていくことができるでありましょうか。川田、体は完全に横の方であります。あばらむき出し。さあにじり寄って三沢にタッチ、本来のタックアップが出てくるか。腰に手を当てながら、若干気にしながらのキック攻撃。三沢ロープに飛ばす、ラインラリアット、フォワードロールラリアット、後ろから腰、口のカット、動きが的確です。外をすかさず攻めるのは田植え。リング上の三沢、
まあ、ファイターとしての田植えを評価するときに今一歩という言葉を吐くんですけれども、そういった言葉に反発するように田植えの攻めは非常に厳しいものがありますね。そうですね。さあ今度は宙吊りの状態、これで顔の上にそのまま上塗りのような状態になっている。これはロープを利用したゴーダンバックブリーカーと申し上げておきましょう。首そして腰、一点集中型の攻撃を見せます。田植え、そして淵、長瀬大軍に負けないだけの。さあエルボーバット、エルボーで返します、一発で返します。92年世界最強カップ決定リーグ戦、念願の初優勝を飾りました長瀬大軍の三沢そして川田。さあ今度は腰のあたりにエルボー、完全に腰。全日本の今や食卓材の今大黒柱になりつつあるこの三沢に対して必要な攻撃。そして次週日本武道館で三沢の首を狙う田植えが今度は抱え上げた。さあバックグリップ持っていきました。さあそのままカウントが入る。やはり腰を狙っている、抱え上げました。今度はどういう攻めだ。さあキックを交わした三沢がもう一回ラリアットを交わした。何をやっている、捕まった、バークラムカウントが来る、カウント。三沢ピンチです。この表情かなり厳しそうですね。そうですね、腰にかなり来てます、かなり腰に来てるという桃田さんのご指摘。さあ広角の桃田落としか、これが決まって非常に危ない。あエルボーバチッという音がした、強烈、川田にスイッチ、川田が出てきた。しかし早い対応、この辺の反応の速さ、田植え素晴らしい。逆にスピンキック、攻守攻防、攻守の入れ替わりの激しい全日本プロレス岐阜産業会館93エキサイトシリーズメインイベントを迎えています。60分の一本勝負タッグマッチ。今度は川田がセカンドロープからニードロップ、突き落としたカウント入る、片エビ固め、カウントは2。さあなんとかここは長瀬大軍切り替えていきたいところです。そうですね、自分たちのペースを持ち込みたいところだと思いますね。どうやって攻め上げていったらいいんでしょうね。やっぱりあのどちらかに目標を決めた方がいいと思いますよね。そのままパワーボムを狙ったが田植えの体重で勢いがついてしまった。そのまま川田が裏返されてしまいました。そしてタッチ、淵が登場。さあ円錐切り、守備攻撃で徐々に相手のスタミナを奪っていく淵のファイト。武道館では菊池との防衛戦が控えています。さあ今度はバックドロップを狙う、しかし左足フックして捉える川田。さあそのまま強引にバックドロップ、逆に川津掛けの形になりました。両者とも後頭部を打った川田が抑えているのは新春ジャイアントシリーズの初戦でハンセンとの構想で痛めた左の側頭部。今度はエルボーダイビング、トップロープから飛んできた三沢、エルボーバット田植えに打っていった。さあ今度はロープに飛ばす、田植えが足を取った、よく見ています。そうですね、この辺が最近の田植え選手もものすごい冷静なところだと思うんですよね。そうですね、冷静、しかも反応が早い、早いですね。そしてコールの体勢カバーをされている時でもカウント1で跳ね返すケースが非常に増えました。そうですね、淵と三沢の攻防です。淵がバックを取って、さあ抱えてバックドロップ、後頭部も痛いけれども今腰が苦しい三沢。カウントは2、油汗でしょうか、田植えが出てきました。さあこれは合体の、さあ野田落としたバックドロップ、カウントが入る、カウントが入る、危ない、カウントに、カウント2、田植えで好調。このところの田植え本当に攻めが厳しい、ボストンクラブの体勢に持っていくか、裏返します。外人勢には互角の勝負、長世代には牙を向き、ジュニア選手は蹴散らして、最近の田植えは本当に強い。川田に勝った、川田も落としていきました。田植えであります、攻めまくる、武道館メインの相手、三冠が欲しい、足を持って倒した、原始的な攻撃、力強さを感じる、ラリアットになった、ここカウント圧返します、右肩上がりました、田植え、川
かったですね。ご指摘の通り、桃田さんご指摘の通り、やや低かったか、体勢がカウンター手でした。すかさず縁にスイッチ、連携がいい、カウント縁、縁がロープ作業団、縁が小部長に行ってフィーストドロップ、フィーストドロップを見せました。懐かしい技を見せました縁、ここ一番で出す縁のフィーストドロップ、今度はドロップキック、ロープに飛ぶ、逆に捕まえた、パワークラム、カウントは2、縁も左肩を上げました。怪我の多かった新春のシリーズ、川田俊明、さあこのシリーズここまで順調には来ていますが、どうでしょうか。さあファイト内容はどうでしょうか。後ろからやはりタウンが来ました。今度は三沢捕まえてスピンキック、さあ4選手がリング上であります。話しませんでした。いやいやをするように必死になって振りほどこうとしていた口でありますが、超世代の執念が桃田さん勝りましたか。そうですね、やっぱりヘビー級としてのやっぱり位置だと思いますね。そうですか。試合の方は結局20分55秒、カー